皆さん、こんにちは。今回は、仙台臨海鉄道にいる SD55-105 が即戦に誘致にいるということで、行ってきました。ナンバープレートが取り外して、そのまま誘致していました。この、SD55-105 は、2011年に、東日本大震災で被災した仙台臨海鉄道の機関車を補填するため、京葉臨海鉄道から2012年に譲渡された車両です。京葉臨海鉄道時代は、KD55-105 の番号で運用されていましたが、仙台臨海鉄道への譲渡後、SD55-105 に改番されていました。ちなみに、前の誘致車両は元、JR 貨物所属であった DE10-1643号機です。ご覧の通り、連結されています。10連で運転しそうな感じですね。ちょっとずつ荒廃しているのがわかります。解体前に一度訪れてみては。それでは、ご視聴ありがとうございました。